オハザード4。さあ今回もやってか、バイオハザード4。なんか二人とも顔暗くない？始まる前から顔暗くない？なんかあったんか、俺が一週間やってない間に。ということで謎の倉庫からスタート。そうだ、前回アッシュを助けたんだ。今回からアッシュと二人の冒険。おっと、なに紙飛行機、え、折り紙キング、これペーパーマリオ、あ、エイダだ絶対。今のキスマーク、今のキスマーク絶対エイダだ。拾ってみようか、エイダの紙飛行機。おい、キスマークで判断しただろう。レオンも気づいてると思うけど、ゴミ処理場の排気口からならここを抜けられるかもね。気づいてると思うけどね、かもねっておかしいだろ。なんだその不確定要素。アッシュ、今日から一緒だよ。さあ楽しんでいこう。前回のパートの次だね。うん、なんかもう戦闘のベジオ流れてる。これさ、回復しとこうか。そうだ、アッシュに、アッシュに草を食わせないと。これさ、アッシュさ、ちょっと待って、え、黄色い草だけでは無理だもんね。黄色かける黄色は無理だもんね。じゃあ黄色かける緑にして、アッシュに使うか。ちょっとアッシュの最大体力上げたかったんだよね。で、まあ僕も一応飲んどこう。よし、さあ行くぜ。おーおお、マジかマジか。しかも俺は下に罠があることを見逃さないって思った。これ罠でも何でもねえ。ちょっと待てよ、でも俺のショットガン強えぞ。マジか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 、やーばいやばいで、ね、足足あいつマジか。いやー、これは使います、閃光弾を。まあいっぱいあるんでね、それ。よーし、んでだ、問題はこの、え、待って生きてる、え、待って生きてるし、ちょっと待て、え、これって閃光弾で知らないの？この生まれてくる寄生虫は知らないの？嘘でしょ。もう使うわ、容赦なく使うぜ。だって負けてしまうもの、普通に。まだいたな、後ろに。ちょっと待ってよ、こいつだけ倒してから。はい、いいねー、いい立ち回り。足ちょっとしゃがんどいて。よし、ごめんね、助けたばっかなのにしゃがませて。よし、ライフルの弾。いや、ショットガンが本当に強くなってきてます、仕上がってきてます、ショットガンが。で、目的地は、あ、そこ抜けてから奥ね。オッケー、じゃあ行くか。エイダ優しいな、どっから紙飛行機飛ばしたんだろう。紙飛行機にキスって、旗から見たらだいぶやばいやつだけど。おいおいおい、余計なことすんな、押してねえ。あいつ押さなかったぞ、別に。いて、やばすぎ、なーにそれ。ちょっと待って、待て待て、レオ危ねえ。ちょっと待って、強くないか、さすがに。もうなんか雑魚敵が雑魚じゃないんだよね。あれ待って、緑ないわ。ちょっとマジか、緑ないんだ。もう回復アイテムねえじゃん。おいおいおい、じゃあもうこれ使うしかねえじゃん。あっ、危ねえ、やばい。ちょっと待てって、まだ死にたくなかったな。なんか今回のパート不吉な予感がする。まだ始まってさ5、6分で死んだよね今。ちょっと待てよ、ここをもう早めに投げちゃいますわ、早めに。いやー、手榴弾だろうな。違いますね、手榴弾を投げたいですね、僕は。手榴弾投げちゃうか。いや、痛いよそれが。だから、はい、よーし、でだ、しっかり回収、ショットガン弾で。あ、死んだ。あ、なんか運いい時、いっと、あいつ後からゆっくり倒してやる。待て、足避けるぞ全部。お前のことはナイフでゆっくり倒すと決めた。いっと、おい、そんなもの使ってる場合じゃないだろ。俺がナイフでゆっくり倒す、蹴ってやる、蹴ってる。あ、惜しい。ゴミ処理の記録だけでは怪しいものはない。よし、あ、救急スプレー持ってんか、許そう。で、このボタンを押すのかな、左のドアの制御盤だ、操作しよう。元気すぎだった、待ってましたっつって。スラッシュしゃがんでね、痛えな、さっきからそんな近距離から撃つもんじゃねえんだよ。こいつはナイフで倒すってもう決めたんだ俺。蹴れる、蹴れないか、ナイフで倒したい。よし、一番ムカつくやつをナイフで倒すというサイコパスプレー。さあ、オッケー、リロードしよう。こっちで合ってんのか、で合ってんね。いやー、でももう結構敵のラッシュ来たからもうないかな。回復アイテム結構少ないね。
商人ちゃん、そろそろ出ておいで。あ、ここ通ったね、前回。お、looks like this is it. It stinks. Sure does. これでもどうやんの？ No way, Leon. ええー、一切のためらいなし。いや、大統領の娘何やってんだ。いや、死ぬって。いやいや、下鉄板じゃん、それ。ゴミの上に降りてないぞ。大丈夫か？なんだ？おい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 。やべえとこ降りちゃってるけど、これは？あ、いた。あー、はいはいはい、そのパターンね。こいつのことは皆さん覚えていますか？前回、あー、でもこれこれさ、爆発させるか。そうだね、爆発させよう。さあ、おいで。こっちまでおいで。爆発で死ぬでしょ、きっと。こっちまでおいで。ここでくるっと回転して、あ、待てよ、こっちまで行くか。ちゃんと絶対に当てたい、爆発を。こっちまで行かして、よし、完璧。死んだ。うーん、強すぎ。あー、死ぬ。うわー、やっぱライフルで撃つしかないんか、スコープつけて。結局、え、でもじゃあ何のためのあれ爆弾だったんだろう。爆弾っていうか、あの、あー、マジか。やばー、急に難易度めちゃめちゃ上がってない？あのドラム缶も撃っていく、背後にあんだよね、多分それが一番難しい。リロードして、しっかりリロードして。前は全部完了、あと背後だな問題は。ここ先開けちゃうか。開けちゃって、そうか、ここ開ければもう勝ちじゃん。んでだ、多分こっちに来た時にあれ撃って背後を倒す。完璧じゃない？完璧な作戦じゃないこれ。はい、全身震えてる。ダイエット中かな。よーし、俺の勝ち。さあ、逆テケテケ見つつ、ライフの弾入れて。よーし、アシュ、もうこいつの倒し方も完璧に分かってるから安心してくれたまえ。さっきアシュが死んだ気がしたけど、そんなのは気のせい。これ押すのかな、一緒に。一人で、あ、一緒に、よし。でもエイダがいるはずだもんね。うわぁ、エイダとアシュ出会ってしまったら喧嘩しちゃうんじゃない、レオンの取り合いで。レオンかっこ俺の取り合いで。また声がするな、また声するね。でもここにもドラム缶があるってことは、多分その作戦で合ってんだろうな。どうだ、あ、ありがてえ。ハブどこにいる、いた。4つか、そんなに難しくないね。ちょ待てよ。うわ、でもこいつ一番怖いかもな、バイオフォーの中で。うん、一番不気味だわ、なんか。で、あとはリロードだけしてここで待とうか。よし、あとさ、このさ、マシンピストもリロードしとこう。なんかいつ何時使うかも分かんないからね。よし、で、あとは OK。 さあ、おいで。おい、背中ガラ空きだぜ。さあ、待ってるからな、お前のこと。これ嫌な感じする。あぶねえ。おい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 、なかなか知能あるんだけど、なかなか知能あるウニだな。よし、さあ、で次はこれか。なんかアイテム落ちてる可能性がある、気になる。アイテム落ちてるかな、落ちてる。金か。でも正直もう金はいらないんだよな。買うものといったらロケットランチャーくらいだもん俺も。こっちかな、待てよ。あー、なんかめちゃめちゃ入り組んでないわ。こっち入ってからか。よーし、嘘でしょ。もう敵すごい量いるね。ちょっとこれお前には向いてないかもしんないけど、一撃かな。あー、いるね、なんか奥にも。あ、死んだの、強すぎない。いいね、いいね、やっぱ強いね、ライフル。やっぱりこのライフル一番万能っていうコメント、マジ正解だったんだね、あれね。さあ、拾って、あ、ここら辺壊せそう。うわ、なんか樽久々じゃない。うわ、ショットガンの弾10発まで、ありがたい。なんか久々樽。あ、ハーブもなんか急に優しくなったな。なんか俺が死んだことによって、もしかして難易度変わった。なんだこの鮮度に熱せれそうな鉄球は。うわ、え、もうまさに鮮度の鉄球じゃん。
え、こっからもしかしてあの流行り出てきた？あの一時期謎に流行った線路の鉄球ブーム、あれ何だったんだろうね、本当に。お、よく見つけたな。はい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 。一応撃って、ここはね燃やしますわ。鉄板燃やす。よし。あー、なんか狙ってたな俺のこと。お前絶対俺のこと撃ったろ。よし、あとはこっちのもん。よし、なんか今横からエコヒーキって言われたな。いや別にエコヒーキしてるわけじゃないよ、順番に倒すから安心してくれ。誰かを先に倒すとしないから俺。そういうこと。落ちてくんだ。 I'll be back、 I'll be back 生産工場。よし、いいぞ。こんなもんか。なんかでもバイオ4こういうの好きだね。このなんかなんて溶鉱炉的な鮮度に熱せれそうなとこ好きだな。あー、これ温めてここに打ち付けんのかな、もしかして。え、本当に元祖鮮度の鉄球なんじゃないの。ドライアイスの上に置かなくていいの。なんか今出たな。あ、これ操作かな。よし、鉄球の制御盤だ。どちらが。いや絶対アシュリーに操作させた方がいい。なぜかってレオンは撃つから銃でね。きっと一筋縄ではいかなくて、え、アシュ、アシュ、もう一回、もう一回、あ、待って、敵が元の位置に戻るのも無理なんだ。アシュ、これアシュにさせよう。アシュ、アシュ、え、まだ無理なの。アシュ、あ、来て。あれ、これアシュにさせる意味ないかもな、あんまり。てかあの下の下のあの溶岩みたいなマジで意味ないんだけど。ちょっとアシュ、あ、勝手にやってくれるのか、アシュ、もしかしてこれ時間来たら。うわー、絶対的出てくるパターンでしょう。あ、アシュやってくれてる、えらい。無心でやってた。え、なんだったのこれ、なんで。あーってきたな。なんでどっちも選べたんだろう。俺も行くよ。いや俺でスルーできる敵はスルーするよ、当たり前じゃん。一丁入っとくか。商人の香りがする。え、違う、え、商人の部屋じゃないのここ。この檻に閉じ込まった商人っていう新しいパターン見れると思ったのに。キッチンか、ここ。こんなところで飯食うなよ。ちょっと待って、違うだろお前ツッコミが。うえ、なんだこの飯、腐ってやがるみたいな感じじゃないんだ。こんなところで飯食うなよって冷静すぎるだろ。レオンたまに怖すぎるくらい冷静なんだよな。え、これだけてかアイテム。なんか鼻息聞こえんな。どこだ、こっちか。開けようか。多分ライフルが必要になってくる。うん、やばすぎるね。まあ間に合うでしょう。はい、後ろにもあんだよ。よし、お疲れちゃん。あ、まだいるね。こっちもいける。先倒しとくか。あ、なんかあそこに熱源反応みたいなのあるよ。こんぐらいのか。これ何が映ってんの。あ、ライトか。へえ、サーモグラフみたいな感じになってんだ。なるほどね、あったかいところに反応してんのか。金めちゃめちゃ手に入んない。そういえば金落とさなかったさっき。あ、落としてる落としてる。よし、この若干アイテム落ちるまでに時間あんの嫌だよね。それで毎回なんか取り逃しそうになるわ。こっちから見ていこうか。商人いない。え、なんか最近来てくれないね。何これ、緊急閉会装置を作動させた。なんで、シャッターは何か引っかかったようだ。ん、なんで作動させたの。俺の許可なしに何作動させそうとしてんの。何に引っかかったんだろう一体。ん、出れる。よし、今の作動させる意味あったのかな。ああ、この先にってことね。え、壊れているレバー。ん、何に引っかかったの。え、え、どういうことだ。あ、いけんのか。アシュリーならくぐれるか。くぐらせる。アシュ、行っておいて。me, 無言で言ったぞアシュ。俺何も発してねえぞ今。なんかアシュとの協力パートね今回。しかもなんか起きそうで何も起きない協力が多い。あ、この色の扉はさすがに。え、何。やっぱりね、絶対だと思った。もうわかるもん、扉の色でわかるようになった。俺くらいでしょ扉の色で商人いるかどうかわかんない。ウェルカム。
今日粘りっこいね。あ、このね、防弾服はね、なんか壊れたりしてないらしいの。だから買ってた方がいいらしい。買うわ。 30% 減少だからね。これでかい。ね、もうだいぶちょっとお金的に高かったけど、まあ仕方がない。うわ、救急スプレー売ってないんか。ちょっと売るか。売っとく？でも売っとくのものもないか、別に。スピネルとか売るけど、あんま別に高くないのよね、エメラルドとかも。6000だから。まあいっか、これで。センキュー。会いたかったぜ、商人。ここにまで来てくれるんだな。気をつけろ、ここら辺はやべえ敵がいっぱいいるから。知ってると思うけど、一番。開かない。横の装置と連動。二人でね。オッケー。待って、どうやって？こうだ。足をそっちに寄せて、はい。同時に。3、2、1! 開いたははっ近っ早っ足戻ってくんの相当好きじゃん。もう今キスしちゃったよ。あ、なにこれ。え、なにこれ。なにこれ、なにこれ、なにこれ。あ、これ壊せる。うわ、なんかちょっと待って。なんかこの、なんかこの、弾の量、怖い。これなんだ？のんのか、ここに。うわー、嫌な予感する。これ待って。これトロッコパターンじゃない？また。なんで？いや、なんでね、運転できんの？どういうこと？これ大統領の娘？ほんとに。ちょっと。なんで？これしかも敵いっぱい来るよね、絶対。どこから来る？前からか。え、前はでも足が引いてくれるから。後ろか？いや。来ないぞ。アッシュ大丈夫か本当に。いや、この映像シュールすぎるでしょ。あ、やばい、敵の方だぞ。で、後ろ。あー、やばい、めっちゃ来たな。オッケー。待てよ、乗せない。俺はどう乗せないかって、まずもう目隠しで来させないね。乗るんかい。下ろそうじゃ全員。はい、さらばだ。乗ってくるんじゃないよ。うわー、あれアイテム取りてー。これアイテム取りに行く時間あんのかな。てか止まるんかい。アッシュ止まったの。あー、すげえ。アッシュやばくない。おいおい、嘘でしょ。いつの間にこの免許取ったの。そう、あー、ハンドガンねえかもな。あいついつまで目くらまし受けてんの。やばすぎ。あ、乗れてない。アッシュいいぞ。アッシュの動きが速すぎて誰も乗れてない現象起きてる。あー、マジか。これなんか連続できたらやばいパターンじゃない。蹴って下ろすのが一番いいかもな。はい、スネーク発見。スネーク発見した。みんな起きた。やっぱね、これね、ひるませて。なんだなんだ、やばいんか、撃った方がいいか。なんだ、アッシュ気をつけろ。アッシュあっぶねえ。あっぶねえ。おし、危なかった今。冷静、超冷静。アッシュが、わ、ここ面白いね。でも俺のエイム力がもう上がってるから、多分ハラハラもしないんじゃないかな。あ、めっちゃハラハラしそう。あ、めっちゃハラハラする。あ、これ、あ、めっちゃこれ撃った方がいいんだよね、きっと。大丈夫か。足全く、足全く動じない。嘘、耳栓でもしてる、もしかして。常にあの音あったら絶対びっくりしてやるでしょ。あ、はいはいはい、横行くパターンね。降りんのかな、一回。下ろしてくれる？足下ろしてくれる？はい、飛び降りて。オッケー、わかった。あれ、全部入れんのかな？いや、真ん中だけ入れればいいのかな？足待っとけ！なんで足が仕切ってんだろう？急に MC 枠をさ、奪いかけてんだけど。おいおいおい、これちょ、ベリートゥベリーやりたいな。ここら辺かな？あー、無理か。もっと足元。まあいや、全員倒れたからいいや、結果的に。一旦これだけほい操作して、で、あー、外した。くそ、外したから俺の勝ちだと思ったけど。だから全部倒す必要はマジないんだよな。おお、仲間を電気でやったな今。仲間に対してそういうことばっかしてるから負けるんだよ君たちは。足大丈夫か。やばい、足の戻り、やばい。まずいぞ。まずいまずい。俺が守ってる。アッシュ大丈夫だな。アップで、アッシュ、アッシュに何やってんだお前ら。あー、これ草食わした方がいいな、アッシュに。あー、動き出した。ナイスナイスナイス。
ナイスアシュ、お前までいけるか。アシュまでいける。しゃあ、ちょアシュに草食べさせた方がいい絶対これは。しかも黄色のハーブでいこう。アシュ体力メーターも上げていこう。慎重度、え待って弾ない、うわ弾なくなった。ショットガンか、いやアサルトだな。マシンピストルか、マシンピストルでいこう。なんだ、あーこれまだ続くな。てかこっから本番なんじゃないの、こっから本番っぽいね。アッシュシュールすぎるって。そんな冷静なことある？なんかちょっとアッシュのこと怖くなってきた。本当にこれ大統領の息子、娘なの？なんかどっかの農家の娘じゃない？これ操作できるって。やーべ、めっちゃ来るじゃん急に。やーばい、ナイスナイス、ちょっと落として。あーぶねー、あーぶねー、当たるとこだった。いや多すぎない？乗車率 120%。 おい、やー間に合え、くそ。おいおい、全部蹴散らせ。よっしゃ、あぶねー、生まれてた、あぶねー、かすめたな肩を。これはちょっと体力上限上げるわ。おい、斧なんて時代遅れとぜ。今は釜の時代だ、釜を使った。うわやばいやつ来た、釜が来た、釜が。何何何、前前前から、どうす、まあいいか、一緒に進んで、前から前から前から。おいおいおい、待てよ待てよ待てよ、しこれでいいんか、これでいいんか、いいんかいいんか、ぶち当たった。あはははやー、足に広くが、助かったの、絶対死んだと思った。いや、地下、そして地下食い気味、あの足ね、もう銃に体めり込んでるけど怖っ。今日足が怖くなりました。一番の敵はこいつなんじゃないの、本当にラスボスで出てきても。そして迎え入れてくれる商人ちゃん、優しいね本当に。アッシュ、俺たちの廃れた心を癒してくれる存在だよ。紹介してあげるからね、今度。フィアンセとして。さあ。でもなんかここら辺ちょっとバイオっぽいね。セーブ一応しとくか。まあ、結構ね、チャプターとかでもセーブあるから、あとオートセーブもあるから、別にそんなこんな細かくやらなくてもいいんだけど。ウェルカム。ちょっと、回復アイテムだけもらうわ。もう買うじゃないから俺の場合、もらう、それくらいの関係。よし入れとくか。あーそこいっぱいなんか、まあいや、ここでいいか。一個だけか。また来るね商人、商人との絡みちょっと雑になってるわ。えそこ開けたらすぐにサラザール、お前たちの中にあるものを強く感じる。何言ってんだよ。そういうのあるかんの。これちょっと負け格じゃない？ But you cannot disobey. とんでもない杖持ってんな、アラジンみたいな。 Come to me, Ashley. おいおいおい、アッシュ行くな、アッシュ行くな、アッシュ、やばい。いやなんかさっきからおかしいと思ってたんだやっぱり。あーやーべー、行っちゃった。てかもうさっきから言ってたんじゃないの、言ってたでしょ絶対。アシュあんな冷静に運転できないもん、あんなでっかいブルドーザーみたいなの。いやバレるバレる、めちゃめちゃ自己主張激しい GPS。 いやバレるバレる、もっと分かりづらいやつにしろよ。音ピッピ鳴ってるし、あの光。いやサラサールそこまでバカじゃないだろ。いや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 、レオンの持ってる秘密道具が小2レベルなんだけど。アガサ博士でももっとマシなやつ作るぞ。やばいなぁ。うわぁ、動画が始まってる。かっこいい、このシーン。セーブしよう。結局、めちゃめちゃセーブするっていう。チャプター5の2がもう終わったんだ。もう5まで行ったんだね。あ、なんだ？はいはいはい、そこに向かえと。ほい。あ、もう何も BGM もなしで。ムービーもなしで。てか、またラッシュとお別れ？もういいよ。もうなんかちょっと逆になんか気持ちがちょっとさ静まってくるわ。アッシュに会いたい気持ちももうほぼないよ、教団の計画について。
あのエージェントのせいで村長とサラザールを失ったが、教団の計画はこのまま予定通り進める。だ、ただ出来が悪かったとはいえ、忠実な部下を失ったことは計画の進行にも多少の影響が出るであろう。しかし失った人材を補充するにも幹部レベルの人間を迂闊には増やせん。なぜなら支配者側のプラーガは人間の意思がそのまま残るから、いつでも私を裏切ることができる可能だからだ。あのルイスマデムが私を裏切った以上、今後はより慎重に仲間を増やさねばなら、計画の最終段階で内部の者に足を引っ張られてはたまらんからな。そうだね、めちゃめちゃな正論言ってるわ。ほこりっぽいな、ここら辺なんだ。掃除しとけ、サラザール。さあ、ゆっくり暗転した今。あ、まさか。 What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. 誰と喋ってるこれ。 Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you. こいつ誰だっけ。 Nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. エイダはウェスカーの使い手だもんね。こいつもウェスカーの使い手か。Yeah, we'll see. ヘビのマークあったね、今。顔にめちゃめちゃ傷ってるな。あいつには勝てそう。顔に傷を負う時点で二流よ。レオンの顔めちゃめちゃ綺麗だよ。しかも、もう3日くらい髪の毛洗ってなさそうなのに、おっとできるな。髪の毛洗ってなさそうなのに、こんなに肌、サラサラなんだよ。頭皮からリンス染み出てるからね。負けるわけないでしょ。よし、死んだかな。あ、死んだ。いいね、このバレる前に。おお、なかなかやるじゃねえか。バレてんのか。なかなかやるじゃん。あとどこだ。まだいるな。どこだ。サーモグラフィー分かりやすいわ。普通の敵にもこれ効果的だね。こいつ生きてる。あ、違う。あれ、あれ当たんね。なんだろう、まあ、こっから撃つのやめるかも。ちょっと回復しとくか。せっかくだし赤色と組み合わせて使おう。よし。んでさ、俺はさ結局ピストルが好きなんだよ、結局のところ。だからピストルの弾もうちょっと出してください。あんなに余ってたのに一時期。お、いた。何する、何その動き、その様子見みたいな動きやめて。お前らは絶対に様子見すんな。何今の、え、なんで今エイムずれた。うーっさー、これをよく来たのか、レオン。エイムずらした正解だよ。俺ヘッドシットしなかったら出ないんだもんね、きっと。あー、絶対にあっちの方がやばいんだよな。ダメじゃんねえもんね。あー、危なすぎ。よーし、勝った。うわー、もう弾切れ。圧倒的弾切れ。弾切れに苦しめられるとはな、バイオ4でここに来て色として。でもショットガンの弾は結構あるんだよね。なんだここ、まだ暑そうなとこだな。こっちにはいない。プルコーギーって言ったね今。こっち行ってみる一回。あー、行けちゃった。マジか。じゃあ上行こう。一応ね、念のためアイテムとかあるかもしんないから開けれる。ほらね、これ10発も大切よ、この10発。すげえ落としたな。あー、なんかどこにいるか分かんないね。無視でいいか、どこにいるか分かんないやつは。自分から出てきてくれたら俺が倒してあげる。あ、え、ん、待って、めちゃめちゃ行く場所あるじゃん。てか自分が出てきたね。倒してあげる。あ、やばい。お、なんだこのお互いの達人の間合い。一応切っとくか。痛えな。達人でもなんでもねえよこいつ。達人はそんなねずるい攻撃しねえから。よし、達人とは常にいれ、正々堂々である。お、マスクしてる。ご時世柄もあるもんな。やっぱバイオ4はそういうところも取り入れてるからな。アップデートで追加されたそうです、あのゾンビたちが全員マスクするっていう機能。嘘です。さすがにそのアプデはもったいなさすぎる、いろんな意味で。バイオハザードというゲームとしてはもったいなさすぎる。よーし、
なんかダメージ食らうようになったね。回復落ちてないかな、どっかに。今持ってんだけどさ、なるべく使いたくないじゃん。あ、外出た。やっとシャバの空気吸う。中でしたね。なんかでっかな倉庫。金めっちゃ手に入ったな、急に。はいはいはい、これで上に上がると。うわー、お腹痛い。ちょいお腹痛い。あげる。なんかちょっとボス戦な感じするな。空気感じるぞ。ほらー、この部分よくないわ。ちょっと回復しときたかったら。なんだ、なんか、あー来た。え、おいおいおい、あー、あっぶねー、あぶな。え、やべ、初の顔に傷。Been a long time, comrade. おい、さっき顔に傷を負ったら二流って言ったぶりだ。ああ、怒っちゃったこいつ。クラウザーか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 こいつ。You got John Quick, as expected. After all, you know where we come from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 .地味な殺し方。なんでそんな喋ってる途中にさ、そんな地味な殺し方できんのこいつ。引くわ、さすがに。俺絶対マウスから手離さないからね。でも ZC だっけ、 XC か、 XC の可能性もあるから気をつけろ。来るぞ上から。どっちだ。はいはいはい、もう手離さないよ。喋ってる途中に絶対に殺すな。話途中で死んだらもうレオンも死にきれねえって。ヘビのマークね。来るぞ来るぞ、気をつけろ。察しがいいの後ね。これなんでナイフ勝負するの、レオン。でも銃あるぞ、お前には。忘れたんか急に。来るぞ。あー、XC だ。あー、ぶねえ。なかなかあるじゃねえか、バイオ4。でも俺の方が察しがいいぜ。またか。XC! よーし、もう死なねえぜ。はい。おお、かっこいい。おい、そのためだけに使うな、足を。来るな。あー、危ねえ。なんか危ない。ナイスよかった。でもね、押されてんな。かっこいい。うわ、どっちもか。でも。互角だね、ほぼ。うわ、どっちもか。でも。互角だね、ほぼ。やばいぞ。大丈夫か。なんでナイフで戦ってんだ。ショットガンとか撃てばいいのに。ナイス。あぶね、後ろのはしご見たな今。大丈夫か。うわー、かっけえ。なんかアクションが、これやばいな。アンブレラ、almost let it slip. Enough talk.Die, comrade. おぶね、ここで連打か。 X に変わった。いや、それはずり。ナイス。それはずりと思ったけど。あ、エイダ。あ、if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. ナイス、エイダ。いや、すごっ。You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it?こんな超人なんこいつ。逆によく互角の勝負できたな今。エイダー好き。 You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. エイダー、さっきの紙飛行機よかったよ。あ、サドラ。なんか嫉妬してかけてきたみたいになってるけど。俺とも絡んでよみたいになってるけど。サドラ。ああ、ありがとう、僕のことまで考えてくれて。なんだ。あ、れにも。Should keep you busy. Can't remember the name, huh? Senior moment, perhaps. あおるね。笑っとろ。Enjoy the fun.うわ、もうレオンの煽りがどんどん高等テクニックになっていく。レオンもしかして戦闘能力じゃなくて煽り能力磨いてる？
だとしたら間違ってるよ、それは。こっち降りればいいのかな。よし。でも今の戦い長かったけど、一切銃とか使ってないからね。節約バトル。うわ、何ここ。ちょっと研究所っぽいね。おお、始まった、研究所だ、みんな。ついに孤島の研究所。なんだこれ。え、何これ。ちょっと待って、これアイテムなしだな。アイテムなしがいい。これでも簡単だね。ここでしょ。あー、マジで言ってる。一番苦手なやつ来た。いつ。あー、今だ。待てよ待てよ、まだこの後。あー、今だ、今だった。やべ、あぶね。おいおい、ナイス。あぶね。なんだ、なに、怖い。絶対来る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 。わかった、撃つんだこれ最初に。え、でも最初に撃つだけの弾がねえかも。待てよ、シャワーみたいになってんの。え、これ違うのこれ。あ、あぶね、やべ、ナイスレオ、かっこいい。やったー。意外と簡単に遅れたわ。XC じゃなくてよかった。え、嘘でしょ。ははははは、ちょっと待って。あっぶねー。おお、そんな隙間なかったぞ。かっこいいレオン。え、なんかさ、このシーンバイオハザードの映画でもあったよね。よかった、突破したわ。あ、なんだこれ。あ、なんだこれ。何この罠みたいな椅子。拾う。エメラルド。は、はてな。は、いや、くつろいでる場合じゃないぞ。レオン、レオン、レオン、どうしたの。いや、ほんとにそうだよ。お前何ドヤ顔で言ってんだよ。今はこんなことをしている場合ではない。いや、待て待て待て。いや、ほんとにそうだよ。何これ。いや、バイオ4唯一の意味のわからんギャグ。今までのギャグはまだまだ分かったけど、このこれに関しては何。まあ、宝石が見つかったってことなのかな。え、今こんだ、今こん、今はこんなことしてる場合じゃない、今こん、もう一回やんのかな。いや、本当にな、なんだこれ。でもサドラーの椅子だよね。実は憧れてる、そっち側に。これ何、はあ、後ろにあんだ。なんだったの本当に今の椅子。はい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 、気をつけろ。うわ、もう抜けちゃったの、研究室。早くない？うわ、何この水たまり。はい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 、このジメジメしたとこに生い茂ったハーブ、ほぼもやし。もう研究所過ぎたのかな。あ、待って、商人がいる。はい、会いたかったぞ。会いたかったぞ、商人。あ、なんかある。ルイスのメモ。ここに来たの、商人。プラーガの特徴は3つある。1つ目は宿主をコントロールできること。それね、これについては改めて記す必要もないだろう。2つ目は、新社会生物であること。これは簡単に言うと、個体ごとにバラバラに行くのではなく、アリやハチのように社会を形成することを示す。寄生虫としてはかなり珍しい特徴と言えるが、一つ目の特徴を利用するうちに、後から身についた特性かもしれない。三つ目は多様な生物に寄生できること。これは、先の二つの特徴と合わせると特別な意味を持ってくる。この寄生体が介在すれば、異なる生物の間でも相互にリンク社会を形成できるんだ。面白い。怖いね、でも。しかし、俺はこの興味深い生物の研究を続けたいがために、教団の目的に目をつぶってしまっている。サドラがプラーガーを悪用しようとしていることに気がついていながら、とうとうここまで来てしまった。だが、今更俺一人の力で教団を止めることはできるだろうか。やっぱ、ルイスは最初からいいやつだったんだな。な、商人。ここへ来たんだ、ルイスと。何話した？ルイスはな、いいやつだったからな、ほんとに。商人が何を話したか気になるね。この奥は？奥。え、何ここ？あ、別に開かないわ。赤ハーブの部屋。商人、一緒にあの椅子座りに行かねえか。めちゃめちゃいい椅子があったんだ。今コンって略してんだけどさ、俺は。売っとくか、一応。今コンの椅子座りに行きたいな、商人と一緒に。これか。まあ、これ多分、高値取引。絶対、組み合わせる感じじゃなかったからね。よーし、じゃあ行くか。
なんかボス戦っぽいな。ハンドガンの弾がもうない。あ、まだか。なんだここ。うわ、ふっかふっか。なんかやたら回復アイテム手に入るんだよね。てかもうすぐさ、レオンマックスじゃん。体力値これはいいね。なんだこの日、怪しいな。うわ、なんだこれ。はいはい、なんか迷路みたいなのもあんね。迷路か。1番2番。あ、迷路だねこれ完全に。待って、覚えられないよ。あ、でも簡単じゃない、めっちゃ。ちょっと回り道すれば、あ、右側にあって、1番あ、はいはい、完璧に覚えた。3番目は一番最初、1番目だけ見てないけど、まあでも簡単になんか見つかりそうではある。いきますわ。え、あ、外されてる。いや、まあそりゃそうだろうな。アシュリー、いや逆にそれでよくバレないと思ったな。レオン、天然なとこある。なんだなんだなんだ。あー、ぶね。何、おい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 、やべえ、出てきた。よくそこ入れたな。よくそこ入ったな。はいはいはい、こいつから逃げたと思う。これ誰、これ誰、え、待って、これ、これ誰、これ開いてる、緑のランプ、どれ連動。あ、待って待って待って、あ、これこれもうこの人でここで無理じゃん、もう。ちょっと待てよ、嘘でしょ。あぶねえ、待てよ、ちょっと半…オッケー、飛んだ、ありがとう。はい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 、ボタン押しまくるボタン。ん、なにこれ。びっくり、びっくりハウス。やーべ、こいつ死なないパターンな気がするけどな。どうなんだろう。とかめちゃめちゃ強いとか。あ、ここにあるわ。ってことは、どっから行けばいいんだ。え、こっから行く。おお、マジか。今押したと思ったけど、ナーイス。え、待って、どうやって行くんだこれ。あー、やばいやばいやばい、くそ、こいつめちゃめちゃ首絞めてくんじゃん、こいつ。うわー、待って、強すぎるな。え、こっち無理、こっち無理。え、ボタンのとこ行けないんだけど、まず。え、何言ってんの。緑のランプだったら大体行けるはずなのにな。じゃ、もう一回くらいダメージ変えても良さそうだから。ん、押せないよね。いや、レオン手伸ばしたら多分押せるって。押せって、なんとかして頑張って手伸ばしたら押せるって。まさか撃つんか。え、違うよね、そんなわけないよね。違う、なにこれ。え、え、あ、ちょ、もう一回見よう。このシャッター付近の緑のランプと連動している。ん、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 あー、なるほど。じゃあ分かった、じゃあ最初に押しとかなきゃいけない。てかさ、ちょっと待って、あいつも、あいつも俺のさ、察しの悪さに呆れてさ、もう天井に張り付いてないか、なんか。もう一個押したと、なんかずっと天井で声がする。あいつどこ行った？ちょ、あまりに俺の察しの悪さに。危ない。これさ、ここ撃ったらさ、あ、ちょ、あぶいて、あ、よく来たな、よく来たな、レオン。ちょっと待てよ、組み合わせよう。よーし、体力もうすぐマックスだ。はい、なるほどね。で、こっち行ってから、ここね。あぶね、あ、撃っちゃった今の。はい、これ押すと、よし。え、待って、時間制限あり、開ける。はいはい、ここもう完璧に覚えたよ。落ちてったし。え、あいつ落ちてったんそれ。え、あいつスコーンって落ちていかなかった今。ああ、いるんかい。ナイス、よけ、近い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 よ、相当近いよ。あぶない、あーだ、よく見つけさせてくれた。むしろありがとう、むしろありがとう。調べることができたね、一瞬、なんか知らんけど。ここボタン押そうか、誰。あー、危ない。それ何。よく後ろは、あの、は、あの、感知できたのか。いや、それはダメなんかい。でも、お茶目のとこあんな。多分こいつ倒さなくていいパターンだろうな、そんな気がするぜ。弾の無駄だもんな、結局。あー、え、開けれないよね、そこにあんのか。はい、よーし、完璧。ちょっとどいてくれるか。そこはここなんだけど、緑ランプあった。なーにそれ。くっしー、ここでも来んの。さすがに厳しいよ。よし、まあ、そしてハンドガンの弾がなくなったと。はい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 、危なっ。
持ってったね。ちょっとこれさ、まあショットガン、いやー弾数重視でいくか、マシンピストル。やばい時間ない、やばい、落ちる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 、こっちだよね。あ、危ない。え、開くよね。あー、びっくりした。よかった。え、これでもさ、最後一番簡単じゃない？ここに1個あるわけでしょ。もうなんか逆に怖くない？開いたし、なんか扉逆に怖いんだけど。なんだ、あ、道開けてくれたね。あー、わかりました。3番が一番簡単なわけないですよね。あ、痛いです。あ、もう全然いけないです。時間ください、ちょっとだけ時間ください、ちょっとだけ時間ください、ちょっと死にそうです。ナイスよ。あーてよー、なんかこいつ強いな、なんかめちゃめちゃやたら強いんだけど。はい、お邪魔しました。こっち行って、お、緑ランプどこだ。ある、緑ランプがある。見なかった俺にしよう。緑ランプどこだ。緑の光あんだけどな、どこにある。危なすぎ。緑のランプどこにある。ちょっと待てよ、見える場所すいません。え、危な、え、どこだ。まあまだ時間余裕あるから全然いいけどさ。緑ランプ、いや、奥にあんな。え、あ、やっぱ、え、やっぱどういうこと。おい待て、緑ランプが見つかってるぞ。え、どっかにあるけどどこにあるかわかんないよ。あ、なにここ。え、ずっと気づかなかったよ。なにここ。ちょっと待ってよ。いや、それは聞いてないですわ。あそこを撃つ絶妙な銃がない。これいいか。よし、なるほどね。ずっと探してたわ、今の抜け道。ここはずるいよ、ずるいよ母ちゃん、言ってよ。よし、オーケー。さあ、あと28秒。よし、これは勝ったわ。あいつ落ちんのかな。さすがになんかまだ来るかな、攻撃。いや、でも関係ないよ、関係ない関係ない関係ない。よし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 、抜けた。18秒も余裕を残して抜けた。なんか降りてきた。何何、捕まんの。あ、捕まんの、飛びつかそんな急に勢い無理でしょ。落ちた。クソ雑魚落ち、弱かったね意外と。うわ、めっちゃ回復アイテム、ありがとうございます。回復っていうか弾とか。いやー、ちょっと回復しとこうかな。結局のところ緑ハーブ2個でいいや。何この部屋。いやー、まだいんの。なるほどね。まあそう簡単にはいかない。すんげえ走るな。おーいおいおいおい、こいつロケラン撃ってもいいんじゃないかな、さすがに。さらばだ。さすが知らねえか。あれ死んだんじゃね。はい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 、ちょっとお前は子供海賊よりも強い。あ、まあほぼ互角、子供海賊といい戦いだったよ。お前のこと一生忘れねえ。どんな見た目してたっけ。ん、どんな見た目してたっけ。なんかんオレンジ色だったっけ、色。あれ違ったっけ、もう忘れちゃった。わ、なんかギミックとかあったのかな、ここ。まあまあまあ別にいいや。ロケラン、ロケランってこういう時に使うものだし。まあ、あのコメント欄でどんなに、え、パキさんそこでロケラン使うのはないわとか俺知らないからね。人のプレイの仕方に文句を言う必要はないからね、みんな。俺はロケランを使うよ、ここで。うん、皆さんはロケランが気にならない人はロケランを使わないでプレイしてみてください、ぜひ。あ、え、待って、これこっち合ってんのか。あ、こっち合ってんだ、なるほどね。上登ればいいんかな。あっけなかったな、あいつ。なんかあんまあいつ強いと思ったことないな。え、あー、これなんかちょっとしたロープウェイ的なことになってるね。こっちでも上も行けんだよな。一応見とくか、登る。あ、え、どっちが正解これ。あ、いや、こっち正解っぽい。じゃあちょっとロープウェイちょっと行くか。飛び降りではないだろ絶対。え、向こう何なんだろう、行ってみよう。いや、シュール。
レオンのロープウェイシュール。ここは何？回復。あー、さっきのとこの上だ。あ、あいつが来たところ。あ、あー、はい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 、ここ目指してたら襲われたってことか。ってことは帰ってくんのかな、ここに。てか、まだ声すんな、ちょっと。いやー、ちょっともう誰かと一緒に冒険してーわー。でも誰かと一緒に冒険したら仲間が死んでるような行動ばっかしてんだよな、レオン。さっきのとかも絶対アシュリーいたら死んでたもんな、アシュリーは。だから仲間も消えていくのかな、勝手に。そういうのもあるのかもしれない。レオンが自ら選んでいる道なのかもしれない、これは。そう。うわ、なんか静か。なんか静かなとこ出た。え？この湖って最初にあ、違うわ違うわ。めっちゃバカだ俺。はい、めっちゃいる。この湖って最初に俺があのさ、巨大なあいつ倒したとこって言おうとしたけど、これ孤島だったわ、そういえば。お疲れ。やばい、サクサクプレイすぎない今日の俺。もうゾンビとか全然いないもんね。一撃で倒しちゃうもんね、あの爆発だけで。ゾンビとか全然いなくない？ゾンビとか全然いないよね。一体も残さない。それがプロのやり方。よし。さあ、結構チャプター続くね。あと商人がいないね今回。やたら商人出てくる時あんのに。さあ、なんかムービーチックなとこ来たよ。奥の方から来たのかな。孤島って感じがしていいね。調べる。扉が見えるが、ここからは行けそうにない。開けることもできない、それ。はい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 。行き止まり。あ、でも商人がいる。なんか道があるな。商人プラス道があるな。ここにもあったんだ。どこだ？え、どこ？あ、ここになんかあるぞ。ここのどっかにあるぞ。おい、隠して無駄だぜ。このスコップで掘ればいいんか、穴を。そしたらいけるなんだか。ん？なんだ、隠し部屋みたいになってるかも。わかった、あれ壊したら道ができる。違う。え、そのパターンじゃないの。オッケー、よし。何これ。あめっちゃあった。めちゃめちゃあった。考察とか全くいらない穴があった。さっきアイテム取った真後ろに。泣いてるよ、バイオ4作った人も。なんでこんなに察しが悪い人が実況してんのっつって。信号の青。なんか今レバーなかった？気のせいか。レバーじゃないか。あー、安心できる。その前にちょっと待ってね。いや、もうなんかゾンビいなくてさ、商人だけいるって。ここ何、天国？ハーレムじゃんこれもう。いや、会いたかったよ。え、静か、静か。え、なんか置き手紙置いてくれてある。クラウザーの仲間の仲間へのメモ。どうやらサドラーは最初から俺のことは信用してなかったようだ。なんとかアシュリーの拉致を実行することで団結の中枢までは入れたものの、中枢まで入れたものの、結局サンプルに近づくことは許されなかった時に薄々感じてはいたのだが、それでサンプル略奪のために仕方なくあの女を呼んだわけだが、あの女は最初からこうなることを計算してたのか。もともとあの女は俺やウェスカーとは違う何かを目的としているような気がしていたが、この機会にその目的をはっきりさせねばならん。そしてレオンを始末し、サンプルを奪ったらあの女の死体も一緒にウェスカーの元へ届けてやる。よし、じゃあこれでエイダと俺は仲間と。はい、勝ったな。いやー、あのクラウザーってあいつ多分そんなに強くないから、顔に傷持ってるからね。よーし、さあ行こうか。なんか頂上決戦感する扉だな。開けてみよう。うん、そうでもなかったわ。うわ、やべ、今のところセーブしとけばよかった。終わりどころ失った。やべ、これまた戦いなんじゃない、これいっぱい戦いなんじゃない、いっぱいいっぱい戦いなんじゃない、これ。降りてみよう。意外と誰にも見つからず、敵とかもいね。ああ。So, you two are all hooked up now, is that? お前大好きだろ、俺のこと。Where's Ashley? Do you really want to know? その服の着方ダサいぞ、てか。T シャツ着た方がいいぞ。
But you'll need three insignias to open it. なるほど。What are you gonna do, Krauser? There's one in the north, and the other in the east. 全部教えてくれてる。And let me guess, you got the last one. え、クラウザー戦か。It pretty much means you're on a tight leash. おいおいおい。Sounds like you thought this one out pretty well.かっこいい、かっこいい。いやいやいや、結局戦うの普通に。クラウザー VS 俺か。いいね。これ俺は思ったんだけど、あ、危ない危ない、爆発すんの。うわ、それは強い。なかなかいい武器持ってんね。でもライフル系だと思うんだよね、結局のところ。どこにいるあいつ。どこにいるとか走ってる音すんな。待ってきた。避けた。やるね。今避ける。あぶね。ちょっと待って、結構強いな。そうなってくると。うわ、早いね動き。あー危ない。こいつ。危ない。いやいやいや、なんか壁ドンみたいなされてたけど、絶対嫌だわクラウザーに壁ドンとか。でもここへいきなり行って、ここへ迎え入れんのは悪くない気がする。でだ、こいつマジで多分強いから、もう容赦なく使うアイテムをまず燃やす。上がってきたところ燃やす。多分上がってくるのは遅い。はしごを登る速度は人は変わんねえんだ。繁栄はおやすみ。よし、でだ、で俺は火を絶やさないよ。俺は火を絶やさない。危ない、危ない。ナイスナイスレオン。火を絶やさない。俺は燃えた。よし、で火を絶やさない。よしよし、見てない、こっち。まずもう見れてない。当たってるこれ。なんかエイム力はないな、あんまり。あーマジか。先行シルダーとかダメージ入んのかな。シルダーも投げよう。よしよしよし。で、回復入れます。一旦回復入れて、真っ赤だからね。でショットかな。え、マジでお前も使ってくるのか、そういうの。消えた。いや、いいよ逆に、むしろ時間ができて助かる。でもどうせ上がってくるんだろ、どうせ戻ってくるだろ。来ないのか、来ないのか、意外と。ならば降りよう。あれ静か。あいつに静かなんて似合わないけど、全く。あ、開くんだ、ここ閉まってるわけじゃないんだ。今のどこ行った、あいつ。あ、いた。怖がらせるつもりか。避ける。あぶねえ。おい、もう完璧に。はい避ける、はい避ける。あやべえ、それは難しい。よっしゃ、意外とアクションゲーなのか、コマンドゲーなんか。意外と早いね。いて、その普通にダメージ与えてくるのは何なん、たまにある。よし、結構ダメージ入ってるけどな、結構ダメージ入ってるけどな。お、マジか。あー、じゃあ回復だけしとくか。一応怖いからね。毎回消えんな、ドローンするな。でもこれ続けてたら勝てそうじゃね。なんかこっちとかにはいる。あー、なにこれ。あー、ここにはめんのね。はいはいはい、取りに行った方がいいんかな。紋章倒してからでいいかな。倒してからの方が良さそう。いった。あぶねー、かっこいい今の床だ。待てよ。はい、一緒の武器持ってんぞ俺も。なんでお前は当たんない、俺当たるんだろうね。さあ渡せ。いいぞ、これ勝てそうだな。なんかここで勝てるかも。ここで勝てるかもしれん。あいつなんか、あー、やべえ。いや全然当たらない、全然当たらない。センスないよ、センスない、センスない。よし、ここで勝てるかもしれない。ここめちゃめちゃ有利。あいつの多分先行弾も届かないから一生だって。あ、自爆したい。今大丈夫か。お、いや、やけくそになってる。いや完全にやけくそになってる。いや、え、めっちゃ下手じゃん。え、どうした、エイム力な。いや、筋肉だけ強化しちゃったパターンじゃん、あいつ。
立てよ。え、エイム力マジでないんだけど、何これ、どういうこと。じゃあライフル撃つよ。よし、もういいぜ。あ、消えた。なんか情けなくなってくるわ。さあ、結構ダメージ与えたんじゃないかな、なんか変な感じで。やった、キュークスプレーありがてえ。別にいられねえな。それほどでもねえな、クラウザ。おい、こんなに煽られて気分はどうだ。そろそろ本気で怒ってきたか。え、どこにあるんだろう、あとてか、紋章。紋章の場所が分からんけど。クラウザ、どこにいんだ。ここらへんいそうだよね。ショートガン一応装備しとくか。違う。よっしゃ。どこにいんの、クラウザちゃん。ん？あ、一個ゲット。静かにゲットしたな。いた。What do you intend to do restoring Umbrella?喋るんだ、毎回。To bring order and balance to this insane world of ours. A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? レオンまともじゃないから、じゃあいけるわ。レオンまともじゃないよ、ちなみに。ああ、こういう戦い？うわあ、マジか。やるね、なかなか。いや、結構卑怯じゃねえ、やってること。手榴弾上から投げてくるって、俺と変わんねえぜってこと。いで、それ痛いわ。早くします。そのさ、ナイフが地味にね、痛いね。危ない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 、全部避けれる。あいつ本当にエイム力ねえんだな。これ倒さなきゃいけないパターンかな。さすがに真正面から撃ったらやりそうだから、閃光弾投げる。よし、でこの間に前見えてないかな。もうめちゃめちゃ仁王立ち、怖っ。殴ってくんな、危ね。落ち着いて。あー、消えた。なんだこれ、何今の。ここの場所はもう完全にこのクラウザーによって支配されてるってわけか。オス、オス、オスってなんだ、顔がないは。オス、あ、横に押せる。はあ、え、何、あ、ここに乗せんのかな、もしかして。あ、そういうこと。ここまで押して、で、何このシステム、クラウザーさん、何この戦闘システム、意味わからん戦闘システム来たんだけど、急に。こっち押して、よし、でここ押すと、よーし。マジで意味わからん戦闘システム来た。なんだこれ、一体誰が喜ぶんだこのシステムで。いける、クラウザー帰るの早かったしね、やたら。さあ次もう一枚もこれ早めに取った方がいいパターンだな。そしたらなんか道が開けそう。え、あー、そこか。そこどうやって降りんの。ここは盲点だったわ。どうやって降りんだろうこれ。え、ここ盲点だったな。え、そこどうやって降りんだ。なんで開かないのそこ。なんか仕掛けがあるパターンこれ。あー、めちゃめちゃ横にありました。仕掛けでもなんでもねえ、ただのレバーが、シンプルレバーがあった。何これ、これ急に未来チックになんなって。あー、ここにマシンピストルがあるってこと。あー、まあこういうことだね。お、爆発した。落とすんだ弾ちゃんと。ショットガンの弾内蔵したの今のロボット。あー、マジか、厄介だよ。おい、ちょ、どれ、自爆ロボットか、相当まずいね。あ、ドローンだ、ドローン兵器だ、やばすぎ。あー、危ねえ、ドローン兵器は怖すぎ。こっち側かな。おお、めっちゃいる、めっちゃいる。奥なんだあれ、一応撃っとくか。あー、潜ってたのね、下に。これ多分ショットガンとか使った方がいいな。色だけしよう。
クラウザなかなかやるじゃねえか。お、答える、答えねえぜ。お、やばいやばいやばい、答えればよかった、マジで答えればよかった、マジで答え、マジで答えればよかった。でもクラウザーとの戦闘面白い。今までの人間の戦闘とは比べ物になんねえくらい面白い。さすがだね。てかあったね、今レリーフ。さあゲットだぜっと。常に上取りたがんだな。おお、もう服脱いじゃってんじゃん。One more to go, Krauser. We'll see about that. なんだ？それはないよ、クラウザーちゃん。いや、憧れない、全然。地に落ちたな、クラウザー。Prepare for your death, Leon.本当地に危ない、危ねえ、マジでやばい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 。レオン頑張れ、ナイス。はい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 、時間ないね。え、何それ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 、一回浮いた方がいいんじゃない。え、なんで、え、なんでしまんの。じゃあ隠れるわ。やばい、それは危ねえ。ちょっと一回隠するわ。え、待って、そうなるとってことは危ない。え、なんで遅れたの今。ボタン押せてなかったよ、そっちか。待てよ、あーやばい、 XC はね押せない。あぶね、押せたわ意外と。いやーちょっと待て、これ2分か。あと、え、降りれないもんね、ここから。危ない、え、強っ。あー痛い。え、これどうしたらいいの、ここ無理でしょ。え、こいつ倒すしかない、もしかして。マジでそのパターンか、やっぱり倒すんか。ちょっと足元狙って、危ない。あー、ひざまずくね、結構意外とひざまずくのかもしれない。さては意外と先行弾とかなかなかあるじゃねえか。はい、いつだろうタイミング。避け合うか。おい、今避けるかな、奇跡的に。ダメじゃん、ダメじゃん、これ。危ねえ、ダメ、パンチないんだよな、きっと。ひざまずいた。いやー、どうなんだろう、弾かれてる感じするけどな。でも足元入ってるかも。おい、やばくね、これ。ナイス、やばい、1分しかねえぞ、あと。マジか、おい、クラウド倒さないで。いいぞ、これ間に合わないかもな。いやー、たまらなかったか。まあこれしかねえな。ひざぶつけ、あぶねえ。よし、ナイス、リロードして足元打って、これの繰り返しだね。あぶいって、マジか、1分しかないぞ、あと。落ち着け、またこれだ、もったいない時間が。なんで足切れねえんだよ、そんだけ切って。この時間は時間進まないのいいね。よし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 。え、待って、40秒しないですか、あと。これ戦ってる場合か、本当に。これ戦ってる場合か、本当に。あー、やばい、これはマジで時間ないかもな。これやばくね。ちょっと待てよ、こいつマジで強いかもな。ちょっと待てよ、これ合ってんのか、本当に。あー、これ合ってる、さすがに、さすがにおかしくね。リロードするけど、ちょっと待てよ、危なっ。こっち間に合うか。え、耐えればいいゲーか、これ逆に。耐えるゲーか、もしかして。どっちだ、絶対に倒せないこいつは、この時間内に。そう思う、あと2秒だもん。いや倒せない倒せない。え、二人とも死んだ。終わるわ今日もこれ。うまいよ、次回クラウザー戦。